えどうもこんにちはランタンタです自民党総裁選に正式に出馬表明された高市早苗さん高市さ,ないさんが出馬会見っていうのをやったんですけどもその会見内容っていうのはまあねとても素晴らしかったと自分の言葉で喋ってるんでね言ってる内容っていうのがねこっちによく伝わってくるんですよそして多岐の問題についてとてもよく勉強されているっていうのが分かる会見で僕個人的にはねとてもいい内容だったんじゃないのかなと思ってます ね、菅さんもね、とても日本国我々のためにね、頑張ってくださったと思うんだけども、ただ菅さんに物足りなさを感じていたのが、まあ、その部分であってね、会見した時にね、自分の言葉で喋っているように感じられないと。まるで何かを読んでるように感じてしまうと。だからね、そこがね、まあ、説明能力のなさみたいなのを菅さんに感じていて、そこがね、高橋さんはしっかりあってね、リーダーシップっていうのも感じるし、 ま、女性初の総理を目指す上でね、まあ、今回の会見、出馬会見っていうのはとても良かったんじゃないのかなって僕はね、個人的に思ってます。そんなね、会見の最後に、横田はじめさんっていうフリーの記者の方が、ヤジの形でね、まあ、質問されたの。まあ、これがね、今ネットで炎上してるんだけども、そのことについてちょっとお話したくて今回動画回してます。で、マスコミっていうのは、権力の監視っていうのはとても重要な仕事。そしてこれがないと、我々国民は行政が何やってるかとか、政治家が何やってるかってことを、まあ、知ることができないのね。だからね、 マスコミは権力の監視っていうのはとても重要。そして、一番大事なのは、真実、事実をしっかりと報道すると。これがね、マスコミに与えられた一番大事なことであって、これをね、しっかりやってもらわないと困るわけですよ。でないと我々の知る権利がないわけであって。だから、報道の自由とか、表現の自由とか、我々の知る権利っていうのはしっかり守られないと、まあ、国家の暴走、権力者の暴走を止めることができない。 監視することができないわけだから、マスコミっていうのはとてもその辺は、まあ重要なわけだよね。で、このね、横田はじめさんがどんな質問をしたかっていうと、森友問題どうするんだとか、赤木ファイル、あれ黒塗り出してるけど赤木ファイルどうするんだとか、まあそういう質問なわけ。これはね、マスコミの姿勢としては絶対やるべき質問だと僕は思うの。特に高橋さんの場合は、高橋さんの場合はね、まあ安倍さんからの指示を受けてるわけであって、安倍さんに忖度してこの問題、追及しない気じゃないかってことをマスコミとして、ね、質問するのはとてもいいと思うの。 ただ、これの質問の仕方がね、野人になっていると。もう、会見打ち切れの時になって、こう、大声出して言ってると。これがね、ちょっとね、 印象悪いわけっていうか、良くないわけね。で、今回の会見というのは1時間50分あったんだけど、初めの50分を政権構想の話をされて、残り1時間をね、まあ、記者への質疑応答に当てられたん、1時間50分ってかなり長いね、時間記者会見されたんだけども、その中に質問され、指示さ、指名されるのはやっぱりね、大手メディアの方が多いわけですよ。ね、フリーの記者の方の質問はなかなか受け付けられないと。まあ、手を挙げる人数も多いわけだからね。 まあそれに対してね、まあ変更報道に近い形で、高市さんの印象を悪くするような報道っても実はまああるわけですよ。例えば今回のね、横田さんの質問に関しても、まからそれまるでね、そういう煙たい質問をされるのを嫌がるように避けててね、質問を指名しなかったんじゃないかって取られるような書き方していたりとか、まあ TBS の全場さんのね、質問に関してもね、かかね顔がこわばったとか笑顔がなくなったとか、そういうなんか変な印象で高市さんの印象をね、下げるような、 まあ報道の仕方っ,っていうのがあって、これがね、一番マスコミが嫌われる原因っていうか、変更報道っていうか、自分たちの都合のいいように、世間のね、印象を操作しているように捉えられるような報道をしてしまうっていうのがね、まあ一番良くないわけであって、でもね、ただこういう追求する姿勢、質問自体はね、TBS の前場さんの質問であろうが、今回のね、横田さんの質問の質問内容自体はね、僕は別するべきだと思うの。だからね、僕はここ言いたいのは、あんまり極端にね、 こう右とか左とかなるのはね、あんま良くないんじゃないのかなと思うわけ。だから高市さんっていう、高市さんっていうのはね、とてもネット右翼って言われる人には人気あるわけですよ。まあ、言ってることがね、とても支持されやすいと保守側からするとね。だから、高市さんが言うことは全部正しいと思って、それをね、言うのも違うと思うし、高市さんに対してきついね、質問するに対してね、レッテル張りだとか、また変更報道だと、その質問したこと自体について、 まあそういうふうに言うのも僕は違うと思うんですよね。な、そのことだけこう伝えたいなと。でね、この自民党総裁選挙っていうのはね、これは言ってしまえば日本の次の総理を決めるわけであって、とてもね、まあ重要な要素なわけ。で、このね、自民党総裁っていうのはね、本当、総理を決めるようなもんなんだけど、我々国民が投票できないわけだよね。もう派閥の論理とかそういうので決まっちゃうから。でも今回の自民党総裁選っていうのはさ、このね、総裁選の後にすぐ我々の選挙が待ち構えてるわけであって、この総裁選を変な人もね、まるで我々世論のね、 声をね、反映しないような人を、総理に選んでしまったらね、次の選挙で、その結果が出ると、脳を突きつけられるっていうので、とてもね、重要な選挙になってると思うんで、僕もね、今回はね、これ注目しています。で、このことについてはね、今度 LINE、LINE じゃない、今回の YouTube ライブでもね、こういうことは、このことについて話したいなと思ってるんで、よかったらね、まあ、チャンネル登録とかね、グッドボタンとか、あと、よかったら、あの、公式 LINE の登録とかしてもらえると嬉しいです。それではね、また違う動画で会いましょうね。バイバイ。ランタンでした。